そんなものがいるとは到底思えない。そうね、でも見たって人がいるのよ。まさか、そんな、いるわけない。信じないならそれでもいいけど。ねえ、何？案外あなたのすぐそばにいるかもね、幽霊。祭で何やるか決まってないの？余裕ね、二人とも。出し物を決めますので、放課後は必ず生徒会に来てください。もう先生方の嫌味を聞くのは嫌です。絶対お願いします。夏目小読み。今まで幾度となくブレインストーミングをしてきましたが、これといったアイデアは得られませんでした。
だから、今日はやり方を変えてみようと思います。無線LANで、すでにネットに接続済みです。全国の学園の皆さんが何をやっているのかを調べて、お知恵を拝借しようと思います。それいいかもね。あ、ニコそれ知ってます。ググレカスっていうのですよね。あくまで参考ですが、発想の取っかかりにでもなれば。これだけあるのに、難しいですね。いえ、まだ始めたばかりです。もっとキーワードを限定して検索しましょう。何するか、御影！違うっての、いじめてなんかないって。そう、むしろ逆だよ、逆。めでてるんだよ。ほら、
愛らしさを見て。カイト君も何か感じるものがあるでしょ。それずるいっしょ。私もしたい。ニコもフリフリします。キュッピキュッピ。降ります。次の駅で私降りますから。すみません、前を開けてください。いいな、僕も会長さんにスリスリしたいな。会長さんの猫耳バージョン、超久しぶりだったもんな。コヨミン成分、バッチリ補給した。次は写真だ。ございます。大変失礼しました。何言って、マコじゃしょうがないじゃん。そう言っていただけると助かります。それで、その…ん？また、やりましたね、香坂先輩。スマホを貸してください。そこに動かぬ証拠があるはずです。すみませんでした。私が眠っていた間、ずっと遊んでたんですか？
そんなことじゃ。郷土史発表会、海洋生物研究発表会、姫島の特産物展示会、今までよりずっといいですね。現実的で他の部や同好会とはかぶってないです。幽霊屋敷、これは。あ、やっぱりそれ気になった？いいよね、それ。面白いとは思いますが、普通お化け屋敷ですよね。そこがミソなんですよね、ヨコタン。ゆびゆび、最近噂流れてるだろ、開かずの間の幽霊。あれに引っ掛けてやったら面白くね？ああ、なるほど。ああ、三影くんはそうかもね。これって女子の間だけで流行ってる噂だから、みかげくんは知らなくてもしょうがないよ。ん？何が？それ、なんか僕今すっごく見捨てられたっぽいよ。全然安心できないよ。幽霊屋敷、いいですね。候補としては筆頭です。ですが、できればあともう一つ欲しいです。え、まだダメなの？何が足りないんですか？言葉にするのは難しいんですが、私たちらしいというか、星渡り同好会らしさが欲しいです。星渡り同好会らしさですか？私たちらしさって何だ？すみません。あなたたち、まだいたの？いくらなんでも遅すぎよ、会長。すみません。大坂さんも3年でしょ？
会長が無茶をしたら止めてほしいわね。します。収穫がありました。明日までに幽霊屋敷以上のアイデアが出なければこれでいきましょう。ねえ、帰りみんなでどっか寄ってかない？いいですね。ええ、それに今から町まで出ていたらさらに時間は経過します。真夜中です。あの橋長すぎなんだよな。ありえないっしょ、あの長さ。でも海を渡ってるから仕方ないかも。あれ三影くん。でも、ほら、あれ！いや待って、それは変でしょ。あの階には物質なんてないし。っていうか、あの階普段立ち入り禁止じゃん。何もないらしいけど。でも、ニコも確かに、あの階に登っていく女の子を見ました。間違いないで
夜中に？何にもないとこに？何しに？これは生徒会役員として捨ておけないわね。はい、万が一窃盗犯だったらみすみす見過ごすことはできません。ですが、一つだけ気になるんです。先ほど朝比奈さんはあの階に何もないと言っていましたが、それは正確ではありません。たった一つだけあるんです。七夕の夜、私たちが使うはずの一年に一度だけ七人の罪人だけが入ることが許された、通称開かずの間が。あの子、不審者がいるかもしれないのに。私たちも行く？当然です。おい、日の出に渡ってるのに話題を聞かれるの？なんとかの人って珍しいぜ。すみません。ありがちな店だから。うちつの名の意味を知ってる？Thank you.
の子の背中が見えて、ニコたちに気づいたら、この部屋に。その部屋が赤ずの間です。この中に女の子が今います。それは不可能です。ここは一年に一度しか入れない。でも、おい。鍵、開いてる。いやーさ、僕、私に自分の気に入りみたいのに。この中には大切なものがあると聞いています。もし本当に侵入者がいるなら。止めないでください。どうしたんだよ、御影。って、雨傘じゃん！なんで？どうしたの？二人の知り合い？あ、この子、確か最近。ねえ、あなた。転校生だよね。ああ。最近転校してきた、雨ヶ瀬夏希だ。ここは一般生徒は立ち入り禁止よ。何が目的なの？それは。いえ、そもそも、どうしてあなたは、この部屋に入れたのですか？絶対に、
入れるはずはないのに。それは違う。一週間前にも私はここに来ていた。確かにその時は鍵がかかっていたが、今日は扉は開いていた。簡単に入ることができた。え？ああ、私の目的は。私はどうしても、この天球儀が一度見たくて。カルマルカ。